ピードのある選手です。非常に前回までとのこのヘアスタイルも変えてきたということで、かなり短い、しかしながら三条ビーターズもついていっている川崎ローレンス、彼は速いぞ。コラン陽介、川崎ローレンス、おっとこれはミドルの位置から交代しました。でその際は今のようにこのサークルの外に出ないと攻撃をしてもムーマンボール、おっとこれはニコラうまくマイボール、そしてトゥーガキショーサイモン、かなりしんどくなってくるスタミナ勝負ということで、この 3x3 は激しいスポーツです。さあここからインザイがどう組み立ててくるのか、川崎ローレンス、彼はスピードが非常にあるプレイヤー、これは読んでいる。ディフェンスがうまくいっているということはこのようにパスカットもしやすい。まずはホワイトのサイモンのボールからスタート、川崎ローレンスいきなり空を飛んできました。指先でポンと弾いて1得点2、川崎ローレンス、次のディフェンスファールからは相手にフリースローが2本、川崎ローレンス、ウォー1ポイント、1点差。さあサイモンどう攻撃をしてくるのか、川崎ローレンス再び1点差だ、川崎ローレンス、グワーねじ込む、